どうもこんにちは、真姫大学の特別講義の時間です。今回のテーマはお金があれば幸せかということでございますけども、これはどのぐらいのお金があればっていうふうな量の問題にもよってきます。まあ、例えば衣食住にこと書くようなお金のなさっていうのは確かにこれ幸せになりにくいです。で、人を幸せにすることもなかなかできないのかなと思いますし、なんせ選択肢がね狭まっちゃうんでね。女性の方でしたらどうでしょうかね、メイク道具が買えないとか、なんかおしゃれな服が買い替えることができない、もう何年か前のもうパツンパツンでヨレヨレでもうゴミゴミになっちゃった服をお金がないから着るしかないって言った時に、お出かけする楽しさとか誰かと会う喜びって感じにくいんじゃないかなと思うんですよ。むしろそういうのが億劫になっちゃって引きこもってみたりとかね、節目がちになってしたりとか、なんか気持ち沈むんじゃないかなと思うんですよね。まあでもお金があると新しい服を買うこともできたり、ヘアメイクすることもできたり、まあおしゃれなカフェでね、もしかしたらあの待ち込みみたいなこともありえるかもしれないですよね。だから莫大な何千万何億っていうのは別に幸せには必要ありませんけども、その代わりもうすってんてんだとこれは幸せになる可能性が非常に低いということになるんじゃないかなと思います。もちろん中には持ち前の精神力でお金はないんだけども自分の脳内に幸せを作り出せる人っていると思いますけども、少ないんじゃないかなと思うんですよ。で、そういうふうな少数派マイノリティの方っていうのはものすごく目立つんで、お金がないっていう状況には陥りにくいんじゃないかなと思うんですよね。希少価値ってものが出てきますんで、まあそういう意味で言うと、まあお金があった方が幸せになる確率は高まるし、お金がないと幸せになる確率はものすごく下がってしまうっていうふうな答えなのかなと思います。そして人生はお金があれば全て解決ってことではないですから、まずはお金ぐらいはそこそこ手にして自由になって、それからお金以外の悩みに目を向けていく、まあそういったことによって、いろんな場面で自分のことが分かってくるんじゃないかなと思いますね。どうでしょうかね。はい、ナミさんも動画の方ありがとうございます。皆さんは幸せについてどのようにお考えでしょうか。また聞かせてください。